はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は曇り時々晴れ、気温25度、水温24度。昨日までは夏のようなポカポカ陽気だったんですが、風がぐるっと回り北寄りの風になってしまいました。この時期は季節の変わり目にあたるので、冬になったり夏になったりと移り変わりが非常に激しいです。そんな今日は石垣島の西側、大崎屋良部エリアでダイビング。大崎エリアの僕の一押しは浅場の指枝サンゴです。ここは金魚花鯛と茜花鯉が群れてめちゃくちゃ綺麗です。ちょうど太陽も出てきてくれて、オレンジの体が鮮やかに光ってとっても綺麗です。他にも大崎といえば人気の青ウミガメ、個体数も多いのでウミガメ好きのゲスト様はこのポイントに来るとほぼウミガメに会うことができます。はい、こちらをご覧ください。画面中央部分が綺麗な円形に整えられているのはわかるでしょうか。そこにバラスをポロポロっと投げておくと、白黒の魚モンスズメダイがやってきます。先ほど投げ入れたバラスたちをどんどんとどけて綺麗にしていきます。そうなんです、この整えられたところはモンスズメダイが掃除をしていたんです。ここは産卵床といって、モンスズメダイがここに卵を産むために綺麗に整えた場所となります。この時期になるとオスが一生懸命産卵床を作ってメスを誘い、ここで産卵をします。まあベッドメイキングみたいなもんでしょうかね。この時期ならではのシーンでした。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。